ユーストリーム、ユーストリーム、ユーストリームはかつて存在した2007年3月に設立された動画共有サービスである。ライフキャスティングやライブビデオストリーミングなどのプラットフォームを提供する様々なチャンネルネットワークで構成されている。動画視聴者とのチャット機能や視聴者からの投票機能などがある。2017年に IBM に買収され IBM クラウドビデオに移行した。 現在は、その下で提供される視聴サイト及びアプリのブランド名として名を残すのみである。共同設立者のジョン・ハムとブラッド・ハンスタブル、1978年隊、ドクター・ジュラフェ・ヘルは、ウエストポイントにあるアメリカ合衆国陸軍士官学校で出会った。ハムは若くして、企業に興味を示し、16歳で株式投資やオプション取引を始めた。 ウエストポイントでは、アメリカ航空宇宙局とニューヨーク証券取引所のインターンシップに参加。航空宇宙工学の学士を取得して、ウエストポイントを卒業すると、アメリカ陸軍で勝位に任じられた。ハンスタブルは、少年期に情報技術に興味を示し、11歳にして、ダーク・レルムズと呼ばれる電子掲示板、b b s を始めた。工学管理の学士を取得して、 ウエストポイントを卒業すると、アメリカ陸軍で少尉に任じられた。陸軍在籍中には、オハイオ州立大学フィッシャーカレッジオブビジネスの金融と不動産の MBA も取得した。在籍中に、ハンスタブルト・ハムは、フェフェルが開発した、ウェブベースの写真共有サイトを始めるが2003年、任務に伴い二人は離れ離れとなりこの事業は、終了となる。 ハムは韓国に配属され、ハンスタブルは国防総省勤務を命じられた。士官学校在籍と引き換えに課された軍務を終え、合流したハンスタブルとハムは、再度フェヘルと組んで、新しいベンチャー事業ユーストリムをスタートさせた。3人が設立したユーストリム TV は、もともとはイラク戦争中に、イラクに派兵された友人たちのために、実家の家族とのコミュニケーションツールとして生まれた。 ユーストリムに似た機能で自由時間に全員揃って親族と会話をすることが可能となった。上述のように3人はそれ以前写真共有サイトを運営していたが2003年にハンスタブルとハムの転属によってこのサービスも終了する。その後、除退した2人はインターネットを利用したライブビデオの一般向け共有サービスの検討に入る。これに可能性を見出すと 元パートナーのヘヘールと連絡を取り、技術設計を依頼した。2006年にはユーストリム t v を設立。ブラッドの弟のバンド演奏の実験放送を試みる。ブラッドはノートパソコンにウェブカメラを接続し、自社のテストサーバーへ向けて送信した動画の公開実験は成功した。2007年3月には一般向けベータ版のサービスを開始。 ライブビデオサービスの先駆けとなり正解、エンターテインメント業界、技術分野でその後を大きく躍進した。u ースト e ーム TV はこれまでに、バラク・オバマ、ジョン・エドワーズ、ヒラリー・クリントンといった有名政治家からトーリー・エイモス、プレーン・ホワイト・ティーズ、タイガー・ウッズの不倫謝罪会見など幅広い分野で、ストリーミングを配信している。2008年のアメリカ合衆国大統領、 選挙期間中は主要な候補者のほとんどが選挙民から政策に関する質問をウェブサイトを通じて受け付け、それぞれのキャンペーン活動に活用した。その候補者の一人、元上院議員のマイク・グラベルは、U、ユーストリムを利用した双方向ディベートをストリーミングした初めての候補者だった。グラベルは質問にすべて回答し、全国放送のテレビ討論番組における、 他の候補者の発言にもコメントした。2009年2月17日、広告表示などを消した優勝のブランドサービスの、ウォーターシェードのサービスを開始。1000人までの視聴者で1人当たり1時間1ドル。5000人まで0.75ドル、5万人まで0.5ドル、それ以上0.25ドル。定額制で500人まで。 月額49ドル2000人まで月額179ドル1万1000人まで879ドル。5月にはチャット部分にソーシャルストリームとしてツイッターの API を採用。これによりチャット部分がツイッターにも同時に投稿され、ユーストリーム放送の内容が告知、広報されるようになった。6月には Facebook 側とも連携し、8月には XJAPAN の YOSHIKI が 全世界でのエグゼクティブアドバイザーに就任した。2010年1月29日、ソフトバンクから約20000ドル、約18億円、出資比率13.7%の出資を受け入れ、日本、中国を中心としたアジア事業の本格化を進めている。同年5月までに日本語化を実現させる旨を、ソフトバンク社長の孫正義が、ツイッター上で表明。 4月27日に予定を前倒しして日本語版が提供開始され、5月18日には、アストリメナを TV バンク、ソフトバンクの100%子会社60%、ペイユーストリム32%、DCM、DC ファンド8%の出資比率で設立することが発表された。日本でも個人単位で情報を発信するユーザーが増え、TBS テレビ、 地球同時手発情報商革命テレビ、BS ジャパン、デキビジなど、テレビラジオ番組というストリームを連動させた事例も増している。2011年3月の東日本大震災では、NHK、TBS ニュースバード、テレビ神奈川、富士テレビなど13のテレビラジオ放送局が番組再配信を実施。視聴回数は延べ680万回を超えた。一方、 自殺中継といった問題も起きた。2010年12月8日、ユーストリムアジアは、横浜アリーナで行われた、多田ヒカルのコンサート、ワイルドライフ公演のライブ動画配信を実施、過去最高の34万5千人のユニーク視聴者数となった。また2011年8月28日に行われた2011年、民主党代表選挙の動画配信を実施し、 過去最高の57万8000人のユニーク視聴者となった。しかしその後は、スマートフォン対応に遅れを取ったことから、他社のサービスに顧客を奪われ、視聴者数は伸び悩んだ。2015年12月1日、ユーストリームアジアの運営を2016年2月1日より、ユーストリーム、インクに移管し直接運営にすると発表した。 2016年1月21日、米国 IBM がを買収した。2017年4月、USTRIM を買収した IBM が、USTRIM を IBM のビジネス向けクラウドビデオサービス、IBM クラウドビデオに移行させることを発表。これまでの一般向け配信サービスは継続するが、今後はブターブ向けサービスがメインとなるとしていた。2018年8月1日、 ユーストリム最初期から続いていた無料プランの提供を終了し、月額9800円からの有料プランのみの提供となった。上記の通り、もともとアメリカにおける英語でのサービスとして始まったユーストリムはソフトバンク、孫正義が絡む形で2010年4月27日に初の他言語版である日本語版が提供開始された。それと時を 同じくして、その事業主体として、ソフトバンク系 TV バンクユーストリム出資のユーストリムアジア株式会社東京都中央区銀座八丁目20番33号が同年5月19日付で設立されたが2016年2月1日からサービス運営をユーストリム本体に移管されたことで2016年2月24日にユーストリムアジアは tv バンクに吸収合併され、日本での事業が解散した。2012年2月9日、そのユーストリムアジアと韓国通信会社キロトンが合弁でユーストリムコリアを設立し、3月20日から韓国語版を提供開始した。一方で同年4月18日にはスペイン語対応も開始され、その後もフランス語版。 ロシア語版が続々と提供開始されている2012年5月現在。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。